HBC ケバブ特別出張 in 紋別ケバブ、やってまいりました。北海道ケバでございます。でケバブ潜入なんですが、今日は堀内は堀内でも、はい、堀内美里アナウンサーです。はい、堀内美里部員です。新人です、よろしくお願いします。堀内美里アナは、はい、競馬はどうなんですか？競馬一度だけやったことあります。あの3年前の、はい、有馬記念、札幌競馬場でアーモンドアイに100円かけ見事玉砕しました。アーモンドアイが唯一着外にね。じゃあ今日ね、紋別競馬場いろいろもう魅力満載なんで、今年はね4月13日から始まりまして11月10日までのね、間開催されます。で、だいたい平日毎週火水木を中心にね開催されるグランシャリオナイターという、ねナイター競馬が楽しめると。このシーズンはですね、はい、今入場者数を1300人に、まあ、限定ではあるんですが絞って、まあ、でもお客さんにもこう見せて、見てもらおうということで始まっております。はい、じゃあ消毒をして、はい、行きたいと思います。じゃあ無事終わりましたんで、はい、行ってみたいと思います。行ってきます。はい、まず緑の匂いがいいね。確かに、久々にこういう場所に来た気がします。そうで今ほら遊具あるけども、ああやってほら皆さんお子さんもね、あそうですよね、こうやっていらっしゃるぐらいの家族連れの方が多くてびっくりしました。そう、こういうねこう緑の芝生があったり、はい、でこっち来てくださいよ。はい、はい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 、見えた。ここが、お、危ないよ。壊さないじゃん、あなた。どうですか？大きいでしょう。あの紋別競馬場は1周1600メートルあります。で、直線の距離が割と地方競馬の中では長い距離となっていて、あの、大体競馬って前に行くね、先行馬が有利なんですが、地方競馬の中では紋別競馬場は最後差しとか追い込みも届くような、だからよりこうゴール前がスリリングな展開が生まれやすい、そういった競馬場になってるんですよ。さすが水野さん。一応これは覚えました。本当に、ね、でもどうですかこうね、パッと見た感じは。ここに馬が走るんですね。そういうこと。さあ見てください、今年出たのはこの北海道競馬に所属している騎手のこういった上りっていうんですかね、これでお出迎えと19人所属しているんですが、その騎手の皆さんのこう顔が見られると。でこれ石川大和騎手ということで、去年のリーディング144勝を挙げています。もう本当に今北海道競馬が誇る若手のトップジョッキー、ミサトズインプレーション、インスピレーションということで、インスピレーション、はい、ちょっと気になる機種、気になる機種探すよ。ちょっともう、見た目で、ユミートも直感でいいんですか？昔のなるほどザワールドの恋人探しのように、ちょっと古い表現ですいません。本当にも、結構真剣に選んでおります。お、さあ、お、決まった。じゃあ、はい、山本さんで、お来ました、山本サーキット騎手。あら、あ、でも測ったことに今回転しましたよ。すごい、ちょうどいい具合に回転しましたけれど、なんかオーラが、ここ真ん中だし、ここ場所がいいんじゃないですか、ね、あー、そういうポジショニングまでいいという、はい、旗のポジショニングが真ん中ですし、なんか眼差しが素敵ですよね。馬に対する愛情がきっと、いやもう皆さん溢れてるんでしょうけど、うん、今こう眼差しからもちょっと想像できるような愛情深い方なんだろうな。すごいですね。山本さんすいません、急に初対面でこんなベラ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 言ってしまいましてでも、はい、こういう感じで出迎えてくださって、ね、競馬場初めて来たって方も、あ、こういう騎士いるんだなと。そうですね、すごい急に親近感が、ね、はい、湧きました。そうなんですよ、はい、だからこう騎手で買うっていうね、競馬の買い方もありますから、今ではなくこう騎手の方を見て、そうそうそう、じゃあここでまずね、こう情報収集してお気に入りの騎手を見つけてね、買うっていうのも一つだと思います。そうですね、うん、こう名前がすぐ分かっていいですね、ね、名前とで、こんにちは。こんにちは。日高特産市ということで、こういうブースもね出されていて、今日皆さんどちらからですか？日高
日高賞です。あ、日高賞。お疲れ様です。ね。あので日によっていろいろな方たちがブースね、出されてて、今日は平川町の方がどうもお疲れ様です。本当にちなみに おすすめどれですか？全部です。いやですよね。確かにですよね。え、でも香りが、え、焼き台に、はい、なんすか、あれカップが出てきたってことはまるで催促したかのようにあんなリアクションしてしまった。いや、申し訳ありません。あ、ちゃんとお代お支払いしますんで、後ほど。すいません。いや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 、すみません。本当急に。あ、どうも、温かいうちに召し上がってください。いや、本当ありがとうございます。いや、もうそんなつもりなかったのにって、ちょっとあるだろうみたいなね。ちょっとあるだろうみたいな感じで。じゃあ、三沢さん、せっかくだから。ねえ。東大粒。ねえ。うん、うわ、できる。すみません、ビールありますか？飲みたい。って思わず言いたくなるような。え、うまいね。コリコリ、そして大きい、ね、口の中いっぱい。あ、日本酒が、うわ、赤町の米で作られた。うわ、すごいですね。こういった日本酒も売ってらっしゃるということで、じゃあ入り口からもう飲んで食べて、入り口から飲んで食べてて幸せすぎますね。持ってってっていうのありますけれども、はいはい、いや、こういったグルメも楽しめるということで、はい、どうもすいません、突然ありがとうございます。ありがとうございました。美味しい。え、馬が、お、馬がいます。トリックアートのスポット来ましたよ。迫力ありますね。これすごいね。本当に馬取り出しちゃってる。あ、で、ほらほら、三沢さん、はい、こちら、はい、あ、馬と触れ合って写真を撮ろうってことで。なるほど。なる、これちょっと、これ三沢さん、これ行ってきます。やろいったいった、うん、で、ちょっと鼻の下も持ってあげて。こっちで来たんです。あ、いい感じですね。いい感じですね。はい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 、紳士みたいな感じで。ああ、もうね、普通におじさん撮ってあげる写真うん、普通にお、じゃあ撮ってあげるから。よし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 。ああ、ごめん、カバーかかったままだった最近携帯変えたばかり。はいはい、せーの、いくよ。はい、これね、これからこんなレースやっていきますよっていうね、そういったこう掲示もできました。あ、なるほど。これね、北海道スプリントカップっていうのは JRA、中央競馬の馬も参戦するレース、短い距離のこれいいレースになってますんで。その前に HBC、はい、エトワール賞っていうのが今年から季節移動してあってね、まあ、そういった戦いもあるし、夏は牝馬の戦い、ブリーダーズゴールドカップというね、牝馬の戦い、そして秋ね、最終日近づいてきますと JBC 2歳優勝っていう、その年のデビューしたばかりの馬たちの、まあ、チャンピオン決定戦と言っていいですね。もう今年も、紋別競馬場で開催されると。2歳、そうだから、もう春から秋まで楽しめると。確かに、はい、いう、そう、紋別競馬場です。いいですね。はい、三里さん、ここがですね、馬がどういった状態かとかを見るパドックと、はい、どうですか、生で見てみて、大馬さんは。かっこいい。かっこいい。そして毛が綺麗ですね。ね、じゃあね、せっかくなんで三里さん、はい、次に走るね、このレース、はい、大馬さん、ちょっと見た感じで良さそうだなっていう馬を決めて、なるほど、それで最先着した方が勝ち、はい、で、はい、負けた方が、はい、競馬場グルメをおごる。あ、おごらせるんですか、後輩に。私、水野さんの何個した年数えるじゃないのとさあ、三沢さん、いや、この7番が気になる。はい、この7番のシングカテリーナ、おう、なんかオーラがありますね、今日私見えます。あら、結構、あとなんか乗ってますね、リズムにも乗って。 あ、元気、ほら、なんかもう頑張るよって言ってますね。ミサトアナに、はい、頑張るよって今こっち向いて言ってくれました。あら、ミンコがおしゃれですし、7番の馬は今日デビュー戦、
初めて競馬場で走るっていう。あ、で宮田さんも新人なので、お、デビュー、そして競馬デビュー、これはもうシンパシーを感じる。あら、ちょっと今のところ7番気になると。ちょっと気になります。こうね、外側を走る馬が、要はね、踏み込みが深く踏み込むんで、はい、いいっていうのを聞いたんですよ。パドックの外側。そうです。内側、はい、まあ、大体内側でしたね。あ、失礼いたしましたね。あ、でも3番外行ってますよ。あ、本当ですか。うん、あそこから。で、ここでじゃあ第1弾のグルメ、何かを発表したいと思います。何ですか。勝った方が食べられるのはジンギスカンです。さあ、ということで第一レース、我々が勝ったのはこちら。こちらです。はい。宮田さんはやっぱり、はい、はい、7番の新軍カテリーナちゃんに1000円つぎ込みました。いったね。お願いします。もう後輩こんなつぎ込むと思いませんでした。私も行かざるを得ない。3番コインポケットちゃん、お、頑張るということで、久々にコイン馬券買いましたが、果たしてどうでしょうか。ドキドキ。あ、さあスターターが台に上がりました。いよいよスタートです。うわ、ファンファレ。ファンファレです。よし、じゃあ3対7ですね。はい、3対7。じゃあ美里さんがオレンジの帽子で、僕が赤い帽子に注目と。はい、うん、来た。え、出遅れは5番。7はまあまあいいスタートですよ。おお、2、あ、7は2番手じゃん。おお、来た来た来た。あ、人気の4番がもう2番手、3番手行こうかと。おおおおおお。で、3番のコインポケットちゃんも4番手ぐらいね。ポケットちゃん4番手つけてますよ。で、その後ちょっと間空いて、緑の帽子のフィアローレで、最高峰が5番のルンルンマンタンとマルタン。さあ、あの、いい位置につけてますよ。悪くはない。で、今ほら、皆さん、あっちから走ってくるから、ほら、すごい、すごいでしょ。砂ぼこりが。そうそうそう。そう。ね、さあ、で、曲がってきた。直線コース抜いた。さあ、オレンジの帽子もいいんじゃない。お、さあ、赤い帽子も刺してきたぞ。さあ、200を切った。お、7どうだ。あ、さあ、2、4、あ、4、4、あ、3追い込んできてる。あ、3、あ、3、3頑張れ、3頑張れ、3、3、惜しかった、めちゃくちゃ惜しかった。勝ったのは2番、ジーリーボリータ、2着。ということで、なんと水の勝ち。すいません、競馬部ファンの皆さん、すいません、ミサトファンの方、すいません、水の脳が先着しました。いや、もう本当にかわいいですね。え、じゃあちょっとね、綺麗ですね。いいね、これこれ、本当にジンギスカンでございます。もうすでにいい香りが漂っているんですが、はい、このね、紋別競馬場の特徴は、このバケツの上に、鍋が乗ってるという。本当だ、紋別競馬場オリジナルスタイル。いや、ワイルドですね。ワイルドだろう。ワイルドすぎたか、出ましたから。そういうことでございますよ。で、お肉はですね、ジンギスカンは、はい、平賀町の高柳商店が販売するジンギスカンとなっておりまして、元祖平賀ジンギスカン。そうなんですね。で、オリジナルのタレにじっくりと漬け込んでいるんで、肉厚かつ柔らかいというのが特徴となっております。間違いない。もう、あ、今ですね、次のレースに出てくる、競走馬が出てきたところなんですけれども、はい、馬を眺めながらジンギスカンを味わえる。うわー、ほんと、いや、最高だね。ほんとですね。はい、モニターもね、ちゃんと設置されておりますので、この場所ではね、はい、だからモニターを眺めながらお肉も楽しめると。確かに、いうことでございますよ。いや、いいですね。さあ、そろそろいいですかね。いいんじゃない。いい気がします。うん、うん、うわ、思わず頭を抱えて。これ、極馬、極馬
極めてうまい、かっこうまい、引っ掛けて、極うまい。マジ極うまプレミアム。極のプレミアム。本当に柔らかくって美味しいです。堀内も食べたいぞよ。勝ったらね。そんなことありますか堀内さん、はい、やっぱり競馬じゃ勝負ですから。じゃあ分かりましたよ。はい。もう一レースいきますか、じゃあ。おで、いいんですか。さらにまだまだ紋別競馬場おすすめグルメあるんで。おお、確かに確かに。じゃ次は、はい、でちょっと誰か助っ人、おもうこのね、呼べたら呼ぼうかなというところで。なるほど。次回は、お堀内美里のリベンジをかけた戦い、はい、リベンジいきましょうか。はい、第1弾は勝ちましたが、さあ果たして第2弾はどうでしょうか。はい、絶対負けない。からは9、10番のベルタントです。2番、快適キング予選とリード2馬身上に来たよ、すげえすげえ、上に来たよ。